学生陸上を引退して5年、学生以来の100メートル10秒台を目指し走り始め、ある一人の陸上系 YouTuber が奇跡を起こす物語である。はい、ということでやってまいりました。試合1週間前と言いたいところなんですけれども、4日前、 Vlog ということでいつも通り試合前の映像を皆さんにお届けしていきたいと思います。YOSHIKIがいます。おはようございます。ということでスパイクもね、富士マックスフライに決まったというところで、 YOSHIKI さんからねアディダスのシューズもらったりとかいろいろあるんですけれども、やっぱりもうちょっとマックスフライに寄せたシューズも履いた方がいいのかなっていう。今回こちら、じゃじゃん。このチャンネル何でも登場するないシューズないんじゃない。今日の練習の中で一回アップで履いてみようかなと思います。その中でこのシューズを履いていくか履いていかないかっていうのを決めていこうかなと思っております。前にマックスフライを履いて 100m の刺激を入れたので、1週間前に刺激を入れたので、あとはもうゆっくり落としていくだけのメニューになっていきます。落としすぎ注意逆なんですよ、やりすぎ注意なんですよ本当に。あ、そうだね、うん、こんなんでいいのっていうぐらい落とすのが僕の挑戦の仕方です。そうなの。はい、ということで早速練習していきたいと思います。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。いやでもデザインはマジかっこいいな。スパイダーマンも好きです。スパイダーマンの名言なんかある？ MC ニューバランスの5280履いてます。流してます。難しい。最近結構このプーマのカーボンシューズで流ししてたんですけど、よりこっちの方が薄いし、今まで履いてた短距離シューズに近い感覚で走れるカーボンシューズだと思うんだけど。ああ、なるほどね。やっぱり厚みがあるから、はい、自分で当てに行くってよりかは、走らされる動きにならないと気持ち悪いのかなと思ってて、すぐ真下に下ろすっていう動きを意識してるから、まあ、ちょっと当てに行ってるんだよ、俺も。なるほどね。その感じは流し見ててめちゃめちゃ伝わった。なんか無駄に跳ねてる感じがする。過剰に跳ねてんじゃないかなっていう感覚もなんとなくあるから、マックスぐらいでもそういう感覚ちょっとあるんで、それでタイム出てるんで、タイム出ちゃうのはいいんだけど、なんで出てんだろうっていうのをもうちょっと自分で分かりたい。奥深、知っておきたくない。ずれた時はやっぱ大変だから、陸上って、このシューズを履いてやっていくのは大事かなって思うから、必要かもしれない。なるほどね。本来は俺が履くべきだった5280、武田が履くことになります。5280っていうシューズなの？そのシューズで400走ると52秒80が出るみたいな、そっから由来来てるらしい。そうなの？なわけねえだろ。マックスフライ登場でーす。いやでもかっこいいな、でもこのオレンジが。これがいいよね。いやいいね。カメラがやっぱいいと映えるな。映える。ごちそうさまでした。いや、おっそー、ミスったー、ミスりましたー。全部なくなってからもカメラ回すのやめよう。思い出した、 Vlog が失敗。リスナーさんもなんかおーみたいなのがいっぱい。そう、YOSHIKIさんの学生じゃないですか、皆さん。東洋大学の思い出ね、わっけ、ね、絶対卒業したかったらホストになって、お前借金2000万ぐらいやるやつだろどっちかというとその下のホストっぽくないですか今井さん何してんの待って、これって、優勝した時の？これはね、みんなもらえる。何やもん卒業祝いですね。お、中学生。これ何走ってんの？800。2分6で走ってる。早っ。これ面白いのあるよ。ほんと面白いんだよな。服部勇馬のメッセージとか。読むよ。神永さん、てんてんてん。ウィーレ、戦いたいっす。戦いたくなったら東洋大学でお待ちしてます。4年間お疲れ様でした。3年間で何を気づいたの？ユーマさんとお前は。ユーマとはマジでウィーレンの友達だった。あ、そうなんだね。走りに関しては一切喋ったことない。ふざけんな。おはようございます。おはようございます。ということでね、今から一緒の試合に向かいたいと思います。ゲロリそうだ。すごい快眠だったけど見事に晴れました。いや、よかった。早速向かいたいと思います。よろしくお願いします。安全運転で行くよ。お願いします。もう120キロ出してんじゃん今どんだけ速いって。あ、そっか。ダッシュで行こうぜ。YOSHIKIさんがね、試合なので僕は一緒に練習したいと思います。
僕は試合前の最終練習ですね。これサブトラね、アウトレーンに直線のトラックがある。試合の時は混みそうだな。短距離選手これ大変でしょ。海星山で試合やる人みんな、ね、お疲れ。ダッシュで行こうぜ。武田でございます。刻んで行こうぜ。よしき、はい、ということで本日の動画なんですけれども、10秒台出してみた。シンプル。今日はね、条件次第をもう僕取りました。10秒台出します。言っちゃいますね。言っちゃいます。はい、視聴者もこの間の動画を見てめちゃめちゃ期待していると思います。そのプレッシャーに打ち勝てるか。前回が、前回はプラス 2.7 ぐらいで、風が11秒30、はい、3ヶ月前、3ヶ月でよくここまで仕上げました。仕上げてきました。はい、雑音も仕上がっております。完全に工事しとる。ほんと自分のやってきたことだけをこうどんだけ出せるかが、はい、あとはもうポイントになると思うんで、はい、何も言うことはないですね。一応2次レースもあるんで、10秒8とか出ても俺もう1本走ろうかなと思ってるから。おっと、まあ、10秒8出たら感無量なんですけども、自分にこう期待しすぎずリラックスして、とりあえず10秒台出していこう。わかりました。いっぱい肩打ってってもらおう、うんうん、やるよ。ずっとこうやって歩いてる。寝れた昨日？めちゃくちゃ寝れた。寝たんかい。全然、ね、緊張してないんだよね。すごい手震えてる。あ、マジで。今朝の9時ぐらいなんだけど、まだトイレ5回しかしない。めちゃめちゃしとるやん。ちょっとお尻痛い。ダッシュで行こうぜ。3年前にコールマルで失格した日体大競技会でもあるんですけど、そうですね、今とりあえず1時コール済ませてきました。はい、無事にね。で、今日はこれ団長からもらったやつなんだけど。あ、そうなんだ。そう、ゼブラからちょっとアップやってきます。はい、頑張ってきてください。スタートから1時間半前に、なんだあいつ全然緊張してねえな。全然緊張してねえな。ふざけんな。ふざける余裕があります。まだ多分今日はね、いけます。この余裕度はいける。はい、ということでレース1時間半前からこうやって念入りに動き作りドリルをやって状態を整えていくと。まだ1時間半前です、まあ、ゆっくりね、談笑しながらリラックスしながらこういった感じで動き作りしてます。レース40分前ですね。ここからショートダッシュとかスパイク履いた流しとかして本番に整えていきます。降ってた雨もやんだね。やりました。急に上げるとちょっと緊張感です。出る。そうですね。こういう時に、ね、一人だとやられるんで。やめていこうって。行きます。頑張れ。うい。言い聞かせよ自分で。よし、マックスフライに履き替えて流しです。スパイク流し2本目です。全然余裕ない人。それ全然余裕ない人。人を5回かくやつ、5回かいて食べるやつ。緊張あんまり。もう合法でめっちゃ緊張してるじゃん。本日6回目のトイレ。大丈夫だよ、8万人が背負ってるよ。怪しかった、下手くそだ。6回目のトイレですね。
多分ね相当緊張してる。あれ笑ってるけどめちゃめちゃ緊張してると思う。レースまであと15分ぐらいです。選手たちの話し声聞こえてきたんですけど、追い風プラス 1.8 神風だそうです。俺もめちゃめちゃ緊張してる。顔が近い。大丈夫だ、絶対出る。よし、勝利のピースサイン。かっこいいよ。いよいよ10秒台出るのか出ないのか、その時が来ました。そして一番戻るのが遅い。さあ来ました。よし、大丈夫大丈夫、絶対大丈夫。落ち着こう。つけて震える。俺が緊張してどうする。大丈夫、うん、誰？誰？おい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 、違うよな？違うよな？誰だ？誰だ？誰だ？あーぶねー、よかったよかったよかった。もうやめてくれよマジで、心臓止まるから。マジでちょっと慎重になりすぎないように、いつもの冷静なスタートを切ってくれ。緊張するね。風めっちゃいい。よし、ちょっと硬いね、硬いけど大丈夫。キキ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 風プラス 1.1 です。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。よし。めっちゃ緊張した俺も。素晴らしい。よっしゃー。やったやったぜ。やったね。やったねマジで。ダッシュで行こうぜ。ズゴーン。10秒77。おめでとうございますということで、何年かかりましたか？YouTube 始めて1年目はまあお遊びみたいなもんで、2年目ぐらいにアクセルに入り、約4年間かな。約4年間、11秒90から何もしない状態で最初 100m に出場して、それがサンタバーバラっていう海外の試合だったんですけど、そこで11秒90で始まって、お兄さんたちとコンタクトを取るようになってアクセルに所属させていただきまして、そこから徐々にですね、2練習を積み重ねるようになって4年、約4年、ここまで来ました。おめでとうございます。10秒台を出すっていうのでやってて、確か今年の目標10秒95とかですよね。あ、覚えてたの。ということで今シーズン2021年度の目標タイム設定が10秒95になっております。10秒台の方がいいんじゃない。95ってしっかり定めたくて。定めたいのね、はい、10秒96だったら、うん、あのごまかそうかなと思ってて。おい、覚えてますよ。覚えてんのかちゃんと。なんと障害ベストから 0.01 秒と。そこまでいったらさ、障害ベスト達成してよ。10秒77出たということで、大きく2つかな。まずレースの感想です。落ち着いて走ることができました。なんなら落ち着いてないの俺の方だった。俺が緊張してどうする。うまくストライドを出せて、うんうんうん、落ち着いたレースだったので、まあそこでガチャガチャっとせず、確かにもうちょっとキレは出るかもしれないけど、うん、まあ今出せるものは出せたかなと思うんですが、うん、ラスト 15m ぐらいかな、マックスぐらいのダメージなのか俺のレース展開なのかちょっと分かんないんだけど、いつもの感じではいけなかった。20とか15も結構まとめられてたんだよ最近は。そうだね、うん、だったんだけど、ちょっと今回は、うん、良くなかったので、もうちょっといけそうだなっていうのは感じました。そうですね、うん、まだいける。まだいけそう。まだいけます、うん、でもう一つですね、やっぱ10秒台を出してやっぱりこう目指してきたところでもあったし、大きく3つに感謝したくて、うん、まずアクセル。アクセル、うん、やっぱり陸上を本気でやるっていうところで、うん、きっかけを与えてくれたのは、うん、間違いなくアクセルなので。そうですね、うん、最初に YouTube があって陸上っていう形だったけども、その陸上をやるにあたって本気で取り組むっていう環境と、うん、熱意っていうのを与えてくれたのは間違いなくアクセル、うん、そしてそこに大きくかかっているのが大西団長とか草野先生とかっていうところの存在が本当に大きかったので、そのお二人中心にアクセルの皆さんには本当感謝にしたいなと思います、うん、はい、本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございました。視聴者ですね。はい、まあ本当に何より見てくれる人がいなきゃ、うん、まあ、僕の10秒ならもちろん嬉しいんだけど、自分としてもね、うんうん、嬉しいんだけど、やっぱこの喜びをみんなと分かち合える、自分の中ですごい嬉しいことだし、本当に幸せ者だなと思います、うん、皆さんね、ここまでまだまだ続くけど、まだまだ続くし、まだまだいろいろチャレンジするけど、うん、まあ、本当に一つの区切りではあると思うんで、うん、本当ここは感謝してると、はい、まず皆さんありがとうございました。ありがとうございました。で、よしき、はい、ありがとう、お前がいたから今日できた。はい、うん、マジでありがとう。これね、泣いちゃうよ俺3つの大きな支えがあってここまで来れたんで、うん、まずは感謝の気持ちを伝えたいなっていうのが一番だったので、ね、嬉しいね。いや本当に嬉しい、マジで嬉しい。ありがとう、本当にお前のおかげや、いつもいつもお前のいる前で絶対出しあったから、いや本当に良かった。いや本当ごめん、俺が泣くとこじゃない。何やってんの。すいません、失礼いたしました、はい、いやとんでもない。一応はい、二次レース、はい、せっかくなので申し込みました。今からアップして走る、はい、もう、はい、障害ベストまで 0.01 秒まで迫ったので、まあちょっとこの流れでワンチャンまだあるんじゃないかっていう期待も込めて、ね、本当は帰って2人で、あのおめでとうのビールを乾杯したいんですけど、ちょっとここは2人で踏ん張ろうかと頑張ります。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。